にちは、デデでーす。ということで、今日はですね、珍しくお昼もっぱんをやっていきたいと思います。今日のお昼用にね、スタバを買ってきたの。これ、ラップサンドとチーズケーキ。いつも家で飲んでるコップ代わりのタンブラーってだけなんだけど、スタバセットで今日はやっていくぜ。あ、そうで、今日は何を話すんだっけってことなんだけど、今日はね、インスタで募集したマッチングアプリでキュンとした瞬間についてを喋っていきたいと思います。まあ割とご好評いただいているマッチングアプリシリーズなんですけれども、今までね、私思い返してみたらめっちゃネガティブなことばっかり取り上げてたなって思ったんですよ。なんかやばい人とか嫌だった瞬間とか文句とか、なんかそういうことしか聞いてなかったので、いや、たまにはね、逆に、いや、こういうことをすれば喜ばれるよとか、こういうことをしたら喜んでくれる子がいたよみたいな方も紹介してもいいんじゃないと思って、胸キュンエピソードをいろいろ紹介していければいいかなと思います。はい、ということで、それではやっていきます。ということで、いただきます。容赦なく食べます。スタバの食べ物の中でこのサラダラップが一番好き。これね、諦んない。いい？うん、しゃあしゃあね、こんなことで苦戦してる場合じゃないね。私はね、あのエピソードを紹介しなきゃいけないっていう任務があるんだから、それどころじゃないんだよ。結構見た目の話多いね。これはレアなパターンだけど、ビデオ通話で写真よりイケメンだったこととか。あ、でもトッチも写真より本物のがイケメンだったのよ。顔を載せてなかったわけじゃないんだけど、結構遠くの方でピースしてる写真みたいな感じで、あんまり顔が分かんなくてぼやっとしてて、で実際生で近くで見たらもっとかっこよかったパターンだったかな。私はそれに結構やられましたね。まあもちろんね、普通にタイプの顔だったっていうそもそもの問題はあるけど、珍しいと思う、そのパターン。逆パターン、女の子が言われたパターンもあるね。単刀直入に顔が好みです、可愛いって言われたこと。嬉しいよね。まず普通に、これを考えれば普通に素直に嬉しい。で、私が自分がね、顔重視じゃなくて性格重視の人間だから、逆に顔だけで判断されたくないなっていう気持ちはちょっとある。でも本当にこういうひねくれた考え方をしなければ、普通に顔褒めてもらえることは嬉しいと思う。顔がタイプです、可愛いって、可愛いまでこうストレートに言ってくれる人ってあんまいないしね、うん、他にも写真より実物の方が可愛いねって言われたとか。これさ、さっきのとちょっと似てるけど、実際に言ってもらえるとさ、ちょっと嬉しいけどさ、反応困らん？なんかこうな、まあ、褒められ慣れてる人はいいかもしれないけど、私みたいに褒められ慣れてない人とかだと、おおおおおおみたいな、マスクの下で一人でめっちゃニヤニヤしてそう。私そんなこと言われたことないな。私多分写真ノーマルでしか撮ってないけど、それでも自分の中ではこれは漏れてるって思ってたもしか載せてないから、私は多分実物の方がひどいバージョンだと思うんですよ。いいな、実物の方が可愛いって言われたらめっちゃ上がりません？だって写真の時点でさ、ある程度可愛いって思ってるからきっと会ってくれてるわけで、それでさらに実物の方が可愛いとかかっこいいって思ったらもうアゲじゃん。ね、私ちょろいからこういうのめっちゃ好き。車道側を歩いてくれる、さりげなく。わかる？私ね、こういうのね、めっちゃ好きなの。それこそもう全部なんかトッチの話になっちゃうけど、トッチもまさにそうで、一緒に歩いてて、こう危ないからこっち歩きなじゃないんだよね。こう一緒に歩いてて、ちょっとこうふーっとね、スーっとこっちを歩いてくれるんだよね。そんな車が突っ込んでくると思ってるわけじゃないんだけど、それをしてくれるのはすごい嬉しい。めっちゃわかる。なんか私と同じでちょろい子多いぞ。運転姿がかっこよすぎたとか。私は自分が運転が下手だから、運転が上手い人ってかっこよく見えんのよ、まず前提として。なんかあんまりかっこつけすぎると嫌だよ。なんかさ、こう窓全開にしてこうやってこうやって運転してる人は嫌だけど、余裕そうにこう運転してるとかさ、運転に集中しては欲しいんだけど、なんか運転に集中しすぎず、なんか結構こうフランクに全然話してくれたりとか、あ、なんかちょっとコンビニあるよ、コンビニ寄るとか言ってくれる、その余裕な感じを出してくれるといいよね。あ、いいね。慣れてないであろうレディーファーストを頑張ってくれてる姿だっていい。これも本当に人によると思うのよ。そのもう慣れてないのが嫌だって人もいると思うの。こうスマートに何でもこなしてほしいっていう人もいれば、慣れてないけど頑張ってるのが可愛いっていう人と結構二手に分かれると思うんだけど、私はね、そう、慣れてないのに頑張ってんのめっちゃ好き。わかる？すごい可愛いってなるよね。あ、なんか男性が可愛いって言われて喜ぶかどうかわからんのだけど、
女側から見て男性の可愛いはね、あの褒め言葉だから、最高の褒め言葉だから。私の場合はね、あんまりこうもともと恋愛経験があったわけではないから、もうめっちゃ手慣れてる人だと逆に、あ、この人すごいなんか慣れてんのかなみたいな、女の扱い知ってるし今まですごいたくさん恋愛経験してきたのかなって変に思っちゃうのよ。変に勘ぐっちゃうから、そういうなんか必死に頑張ってる人ほどなんか逆に安心するみたいな、なんかあんまり恋愛経験豊富じゃない自分でもなんかこの人ならすごい受け入れてくれそうだなみたいな謎の安心感があるのね。めっちゃいい、めっちゃいいよね。尊敬する。初デートの帰り際、〇〇のこともっと知りたいから次も会いたいと言ってくれたことで、しかも声が震えた。あ、怖い怖い。もうしかもさ、これ何がいいってさ、帰り際なのがいいよね。まず帰りがってみんな不安じゃん、これで終わりかなみたいな、次もあるのかなみたいな、私は会いたいけど向こうは会いたいって思ってるのかなみたいな、すっごいモヤモヤしたぐらいの感じの時に、もっと知りたいから次も会いたいって、しかも LINE じゃなくてちゃんと言葉で言ってくれんの、いいよ。なんていうのかな、いやもちろん例えば今度一緒に水族館に行きたいから会おうよとか、次はここここ行きたいから会おうよっていうのももちろんめっちゃ嬉しい、それも嬉しいんだけど、なんかもう会いたい理由が君のことを知りたいから、君に会いたいから会おうよみたいな感じじゃん。これって理由付けをせずにただただ会いたいって言ってくれる、めっちゃいい。しかも声震えてたんだって、頑張ったね。結ばれてるといいな、この二人結ばれたのかな。すごい結ばれててほしい、個人的には。もう割と本当にこう理想っぽいけど、なんか女性が求めるザ・ジェントルマン像みたいなのがすごいみんな好きなのかもね。お酒飲んでフラフラの私がエスカレーター乗るときにさっと手をつないでくれた。お姫様扱いじゃないけど、なんかちょっと俺が守ってあげるよみたいな感じが出る。それこそ歩道を歩いたりとか、このエスカレーターのもそうだと思うし、そういうのはテンション上がるよな。上がるよな。わかるよ。わかる。お、男性が女性にキュンとした部分ですね、きっと。犬と触れ合う場所で遊んでて、手を洗った後にハンカチを貸してくれた時だって。全国の女子の皆さん、ちゃんとハンカチとティッシュと、まあ、その他、なんか、エチケット的なのを持っていきましょう、ちゃんと。そういうのって結構さ、ベタっていうか、アニメとかで見がちな感じじゃん、こう、ハンカチ貸すとかさ。やっぱでもそういうので惚れる人多いんだね。いいじゃん。このチーズケーキね、思ったよりシナモン強いよ。あ、でも美味しい。でもあんまりチーズではないね。シナモンさんのかぼちゃ1ぐらいな感じや。女の子はきっとこうやっぱ頼れる男性が好きなんだね。ほら、道を覚えるの苦手なんですって言ったら、僕が覚えておくので大丈夫ですよって言われた。なんだろう、なんか本人はどこまでそういう自覚がって言ってんのかわかんないけど、多分こういうのってさ、多分すごいさらっと言った言葉じゃん。ここで決めてやるぜみたいなセリフじゃなくて、こうたまたまこうちょっとした会話でこの人頼りになるみたいな、多分そういう感じがいいんだろうね。あんまさ、こう気張りすぎてさ、いや俺がここ連れてってやるからみたいな感じは多分ちょっと違うのよ。多分なんかこういうのさらっと言うのってやっぱりさ、カッコつけっていうよりもやっぱこうそもそもの性格とかこう考え方とか言い回しとかもあると思うから、女子受けがいいからこれをやってくださいって言っても無理なもんは無理だと思うんだけど、なんか私もっとこう行動の方が多いのかなって思ってたら、セリフとかなんか言ってくれることの方が多いかもしれないね。彼にもうお互い告白してるようなものだよねって、付き合うか付き合わないかぐらいの時に言われた。まあね、もちろん前提として自分が気になってる人から言われるっていうことはもちろんあると思うけど、もうさ、ザ恋愛みたいな感じ、まあ、友達だと味わえないこのキュンキュン感みたいなのがいい気はするよね。こうだって友達だったらさ、わざわざ道路側を歩くとかさ、それこそちょっとなんか大丈夫みたいなロマンチックな感じにはならんやん。これどっちも言ってた。すごい、この人覚えてる。アプリ3ヶ月パックの課金したけどもう必要ないって言われたって。私も確かどっちがアプリ始めて1ヶ月ぐらいに付き合っちゃって、そうで3ヶ月パック必要ないって、私は付き合った後かなに言われたんだけど、でもわかる、言われると嬉しいよね。女性はさ、無料な分、うん、もう付き合ったらやめようってできるんだけど、男性ってこうさ、期間があるから別にやろうと思えばできちゃうわけじゃん。別にその人疑ってなくても、なんかアプリの特性上いろんな人と連絡取れちゃうから、本当にもうなんかアプリが必要ないって言ってくれてるとさ、もう、あ、本当に多分他の人はもう良くて自分を選んでくれたんだっていう安心感みたいなのが増えるから、これはキュンとしたってよりも安心感が半端ないと思う。あー、はい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 、ね、毎日 LINE してくれるところとかさ、
こうすぐに会おうじゃなくて1ヶ月間毎日電話、毎日電話すごいよね。でも毎日電話してお互い信頼できてからデートの約束とか、なんかこれは本当に人によると思ってて、男性でも女性でもやっぱこうマッチしたらとりあえず会わないと分かんないからすぐ会いたい派の人もいれば、綿密に綿密に連絡取って連絡取って連絡取ってからやっと会おうって人もいるけど、多分この方の場合はそのこの女性が求めてる男性像とその男性の態度っていうか対応がすごい合ってたんだろうなって思う。私はね、だいたい連絡取り始めてから会うまでに、あ、でも私も1ヶ月ぐらいかな。でも毎日電話とかはしてなかったかな。うん、なんか私ちゃんと毎日 LINE が頻繁に続くぐらいだったら多分 2,3 週間で会っちゃう気がする。時間の経過ってよりもどのぐらい連絡の回数重ねたかで決めてたかな。なんかそこまでちゃんときっかり数えてたわけじゃないから覚えてないけど。これちょっとアプリじゃないから番外編だけどさ、へえへえいいじゃん。今まで全くスキンシップしてこなかったのに付き合うことになった瞬間にナチュラルに恋人つなぎ。やるやん。ふぅーちょっとさ、一人でテンション上がってんの悲しい。マジでこの場に誰か欲しい。ちょっとさ、あと3人ぐらい女子が欲しいのすごい。今までアプリでデートしてた時は恋人じゃないからさ、ちゃんと節度を持って我慢してたっていうか、こうね、ちゃんとこう理性を保ってくれてたわけじゃないですか。はい、恋人ですってなった瞬間にちゃんと恋人つなぎをしてくれる。しかもこれだ、これ恋人つなぎ。はぁ、あ、じゃあアプリでデートしてました、付き合いましたってなった後もさ、今までと全く変わらない対応は、まあもちろんね、最初のうちはそうなるかもしれないけど、なんかちょっと不安にもなるじゃん。ナチュラルにそういうことしてくれる人もなんか、うぅってなるよね。なんか私はなんか手つなぐって言ってくれるよりも、こうなんか歩いてる途中にふっとこうふっとこう手をこう持ってきてくれる感じのが好きなの。そうだから、いいよね、すごいよね。ちょっと今日私ハッピーだな、なんかもうお腹いっぱい。ちょっと楽しいよ、やっぱりね、人の不満聞いてるよりも人の幸せな話聞いてるのが楽しい。かわいい、これ待ってねえ、私男だったら一発で落ちる。あの男性側から来たコメントなんだけど、バレンタインに会う約束をしたら当日まで彼女できないでほしいなって言われた。かわいい、やるやんこの子、いいね。でもしかもさ、バレンタインっていうのがよくない？また次会うまでに彼女できないでほしいな、ももちろん嬉しいし、もちろんね、言ってることは変わんないんだけど、なんかバレンタインっていうのがさ特別じゃん。しかもちゃんとさ、その告白のためにあるような日にさ会う約束をこぎつけて、そう、そこでちゃんと言おうとしてるのってロマンチック。こんなん言われたらやばいよね。いや落ちますよ。そう、まあね、ちょっと年に1回しかチャンスないし、そもそもちょっとこの日に予定合うかみたいな問題もあるからね、ちょっと実行するにはハードル高いけど、これはね、なんか不満の方でも結構上がってたけど、もうなんかデートプランをしっかり考えてきてくれるみたいなところ、好感度高いみたいなね。まあ女子だけ偉そうにすんなよって感じだけど、おそらく女子はきっともうリードしてくれる男性を好む人の方が多いから、じゃあだいたい東京にしようって決めたならどこに行くとか、なんかお店ここ良さそうだよって、そこに行くまで予約とかまでしなくてもここいいみたいだよとか調べてくれてる方が大体の子は嬉しいんだろうね。あ、こういうのわかる。私こういうのすごい好き。あのステーキを目の前にすごいニコニコしてる人わかる。私も食べることとか食事内容っていうよりも、その美味しいねって食べてる空間みたいなものがすごい好きだから、美味しいねって食べてるのが楽しいね。まあ2人で決めたか自分で行きたいって言ったかわかんないけど、なんかその入ったお店で美味しいって言って食べてくれてるとさ、あ、次この人ともご飯行きたいなってなるじゃん。せっかく入ったお店でさ、ちょっとここの料理まずくねとか微妙だねって言ってる人とはあんまりご飯行きたくないもんね。それはご飯と限らず、その場を全力で楽しんでくれてる人がいいよね。やっぱりこう遊園地に行ったら全力で遊園地を楽しんでくれてみたいな、映画だったらもう号泣してでもいいから思いっきり映画を楽しんでくれてみたいな人の方がやっぱ、まあ一緒にいては楽しいよね、そりゃ。あ、こういうの私好き。はい、来ました。あのジェントルマンタイプですね。雨の日車に乗るときに濡れないように傘を差して先に乗せてくれたこと。わかるよ。あのね、トッチ君もできる男子だからこういうタイプなんですよ。あの本心でいいよ大丈夫だよって言ってるんだけど、なんかそのカッコつけとかじゃなくて、多分本当に濡れさせたくないって思ってくれてるんだと思う。なんかあげです。やってくれなくても怒らないスタンス、それがデフォルトだからこそちょっと特別なことしてくれたときにテンションが上がるんだよね。でもこういうのって不思議なもんでね、私もだから付き合って1年以上経つけど、未だにこう車道側を歩いてくれるとか、この傘を差してくれるとか、
特別扱いみたいなことをしてくれてるのってあんまり当たり前化しないんだよね。まあこれはアプリと限らずみたいな話になっちゃうけど、まあね、それ男性側からしたらすごい大変なことにはなっちゃうけど、やっぱこう一回きりで終わるんじゃなくて、こうなんとなくそれが習慣化するっていうか、定番化してった方が、意外と女子はね、ずっと喜んでる。多分。私はめっちゃいつも喜んでる。やばい、できる男来ました。はい。お仕事で昇格した話を LINE でしたら、ご飯行く時にケーキを買ってきてくれた。素晴らしい。もう素晴らしい。こういうのはまあ、あんま男女関係ない気もするけど、なんかこういう気遣いって嬉しいよね。なんかその、あ、覚えてくれてたんだっていう、そもそものそれも嬉しいしさ、なんかそこを祝おうとしてくれてるっていう、まあ、もちろん言葉だけでも嬉しいんだけど、そういうの買ってきてくれて、さらにこう態度で表してくれるっていうのって嬉しいよね。これは本当恋愛と限らずさ、友達とかでもやっぱ嬉しいじゃん。変な話、まだ付き合う前の、言っちゃえばまだ他人のマッチングアプリの相手にできるって、心広い人だと思うし、めっちゃ嬉しいと思う。うわ、めっちゃドラマ。ちょっと実らなかった恋って聞いてちょっと悲しくなっちゃってるけど、車から出てきて手を振ってくれたこと、私の頭の中に今すごい青春ドラマみたいなのが思い浮かんでるけど、そういう認識になってる。こう車が止まって運転席から出てきてヤッホーみたいなってことでしょ。めっちゃ青春じゃない？爽やかすぎんか。車から出てくれんのって優しいかも。確かに私今まで車で来てくださった方、別に車降りてはなかったな。車乗って待ってた気がする。駐車禁止だから運転席座ってなきゃいけないとかそういう問題はあるかもしれないけど、なんか降りて手振ってくれるってめっちゃいいね。あんまりそのパターンは私なかったな。いいな。これキュンとしたっていうかちょっと面白いな。〇〇さんを笑顔にすることが使命ですって。誰も君に使命与えてないよ。誰も与えてないですよっていう。でもこの人もやっぱり今は付き合っててよかったって思うでしたからいいことですね。やっぱ多少引いたぐらいじゃちょっと一回諦めない方がいいのかもしれないですね。私も最初トッチの絵文字が個性的すぎてちょっとおーってなってたけど、今となってはなんかめっちゃあそこでとどまっててよかったなって思うから。ちょっと引いたぐらいだったらもうちょっと粘る価値はあるんだと思います。服装を褒めてくれる。アバウトに可愛いじゃなくて具体的に何が可愛いか伝えてくれる。だってなんかさ、可愛いだとさ、まあひねくれた考えだと誰でも言ってんじゃねえのみたいな風にも捉えられちゃうけど、すごいその髪型に合ってるねとか具体的に言ってもらえた方がやっぱ女子としてもさ、なんか自分のこと見てくれてるんだとはなりやすい気はする。でもそれって結構さ、こうハードル高いのかなって思ったりもする。普段からファッションに興味がある男性だとかだったらすごい言いやすい内容だと思うけど、普段からあんまりそういうなんかファッションとかあんまりなんか敏感じゃない人とかだったらね、難しいかもしんないね。しかも女子ってさ、褒める内容によっては時々なんかちょっと不機嫌になったりするやん。肌綺麗だねって本気で褒めたつもりがさ、本人は実はなんか肌荒れを気にしてて、いやそこなんで触れるのみたいな。と時々ね、そういうちょっと難しい人もいたりもするからね。でもこの人には合ってたってことだね。でもあとはほぼほぼ似たような感じかも。ちょっとさっきのバレンタインと似てるけど、他の異性と連絡取ってるか聞かれてみたいな、数人とって答えたら会わないでほしいなって言われたって。まあ多分これは正解な対応だよねきっとね。なんかさ、うちらも悩むじゃん。あなたとしか会ってないよっていうかさ、他数人とも連絡取ってるんだよねって正直に言うかさ、会ってるんだよねまで言うかとかさ、連絡取ってるでとどめるとかさ、ちょっと言う内容ってちょっと困るけどさ、なんかどの回答が来たとしてもさ、なんかその人たちじゃなくて俺と会っててほしいなみたいなこと言われたら、この人はきっと私のことを選んでくれようとしてるんだなって思うし、なんかさ、それで数人と連絡取ってるんだよねって言って、あ、そうなんだみたいなで終わったらさ、結構気まずいやん。あ、自分のことに好意持ってくれてるんだなっていうのさ、やっぱ言ってくれないとわからないじゃん、人間って。何でも男女とか関係なくて、性別関係なくやっぱ言ってもらわないとわからないことも多いから、あえて言葉にせずさりげなく行動で表すことによってキュンキュンすることもあるんだけど、相手に好きだよって伝えるのはやっぱね、多分ね、言葉でぽいことは言わないと伝わらんから。はぁ、いいなぁ、なんか幸せになった。もうなんかこの書いてくださった人たちは結局結ばれたのか結ばれてないのかわからんけど、とりあえず私は幸せになったからありがとう。わあ、なんかここに書いてくださってる方みんな結ばれたのかな。なんかいい話ばっかりで、今ここに書いてるお相手とみんなくっついてほしいなって切実に思うんだけど、みんなね
アプリでいい人に出会えることを祈っております。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。なんかすごい、なんかこういうことすれば男子とか女子喜ぶらしいよっていう紹介をしようと思ったんだけど、想像以上にちょっと私のテンションが上がってただただ緊急してしまったっていう。ただやっぱりそうだね、意外とさ、こう典型的な女子像とか典型的な男子像みたいなのちょっとあるやん。頼りがいのある男性とかさ、こうなんか気を使えて身だしなみが綺麗な女性とか、なんかってやっぱり万人受けはするんだなって思うよね。全員がそれにハマるわけじゃないけど、ね、あとはやっぱり自分のことを特別扱いしてくれる人じゃない、なんかみんなそうじゃない、態度でも言葉でもやっぱ他の人じゃなくてあなたがいいです、君がいいですっていうのがやっぱその行動とか言葉で見えてるのがやっぱ嬉しいって思うっぽいから、そういうのを男女共にやってみるのもいいのではないでしょうかと思います。ということで、たくさんの幸せのお裾分けをありがとうございました。ちょっと私が盛り上がりすぎちゃったんだけど一人で。ぜひ何かの参考になっていればいいなと思います。ということでね、本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録、コメントより高評価、また Twitter、Instagram およびサブアカウントの方もぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。